俺は戦闘兵ワッスラー。俺たちダイジャレイ教団はダイジャレイ神様に従わない愚かな人間どもをみんな我々の手下に構成するために、これよりこの栃木県を支配下に置いてやる。まずは我がダイジャレイ教団の新たな大幹部、暗黒神官エンガミヨ様の入場だ。なんで今時こんなバブリーなダンスをしなきゃならないのですか。どうせならもっと流行りの曲にしなさい。また最近注目された曲みたいなんですが。え、そうだったんですか。私遅れてるんですね。え、知らないですよそんなこと。じゃなくてやり直しなさい。それでは気を取り直して、暗黒神官エンガミヨ様の入場だ。果たしてエンガミヨの野望は。え、消え！パワー！これのネタはいろいろとまずいんですよ。もういいです。あなたに頼んだのが間違いでした。音響さん、この私にぴったりな曲流してくださいませんか。そうです、これこれ。改めまして人間の諸君、私の名前は暗黒神官エンガミーロ。ダイジャレイ神様の言葉を伝える預言者であり、ダイジャレイ教団の大幹部として栃木県征服に向けて指揮を取らせていただいております。ワッスラーさん、計画している作戦を実行する時が来ました。今回は人間の恐怖の声を集め邪気に変えるという作戦ですね。ええー、分かっていますね。さあワッスラーさん、会場襲撃のお時間ですよ。ダメ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 。このこちゃって違うだろう。すみません。なんか古典的なお化けの真似で怖がるとでも思ってるんですか。そんな今時お化け屋敷でもやりませんよ。音響さん、もっと怖いやつにしてくれないと困りますよ。よし、では改めて私の暗黒魔術であなたたちの恐怖のどん底に陥れてやりますよ。おおおおおおお。ち、この風の音、木が揺れる音、いましたね。お前たちの好きにはしてないぞ、じゃれとけ。勇気、おりき、とつのき、郷土の元気で栃木を守る。精霊奉仕、こっちのキット、堂々参上。今日は覚悟してもらいますよ。頭に緑の餃子を乗っけた緑マンさん。こら、今こっちのキットと名乗ったばっかりだろ。人の話を聞かずわざと間違えた名前で呼ぶなんて、なんて嫌なやつだ。それに頭の部分は緑の餃子じゃなくて、こっちのキの葉っぱ、こっちの花。いや、それは置いといて、大チャレ教団の大幹部エンガミーロ、会場のみんなに手出しはしてない。いきますよワッスラーさん。ダメ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 。いぞ来い。イエイじゃあはっじゃあイエイはっイエイはっじゃあイエイし、仕方がない、一旦退散しますよ。待て、
逃げられたか。みんな大丈夫？よかった。みんなこんにちは。今日は来てくれてありがとう。僕の名前は精霊法師とちのきっと。人々を見守る精霊族によって人間界に送り込まれたとちのきの精霊なんだ。この栃木県を悪の精霊ジャレー族から守るために戦っているぞ。あいつらは恐怖の声を集めるとか言ってたけど、みんなが強い気持ちで恐怖に立ち向かえば大丈夫。けど何を企んでいるかわからないから、あいつらがまだ近くにいないかちょっとパトロールしてくるよ。またね。ワスラーさん、さっきは何ですか。登場曲を2回も間違えられて、やっと計画が実行できると思ったのに、あなたがふざけたことするから土地のきっと邪魔されてしまったではありませんか。そんなこと言うなら、最初から縁神色様が魔術を使って恐怖を与えればよかったじゃないですか。うるさい。カウアー、ワスラーさん、あなたの戦い方のセンスは。ツーガーン。ふん、というわけであなたは足手まといにしかなりませんから、これからは私一人で行きますからね。ではさようなら。おお、縁神色様。はあ、やっぱ俺ってダメなのかな。強くなりたいな。これなんだ。なんだか不思議な力を感じる石だな。せっかくだから持って帰ろうっと。ダメ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 。うわなんだかパワーが湧いてきたぜ。まさかこの石の力か。ラッキー、縁神色様なんかベロベロバーだ。はっ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 は。誰がベロベロバーですって。縁神色様、すみません。実はこれを拾ってから体に力が湧いてきて、これなら大蛇連神様の降臨を邪魔するあの土地のキットを倒せますよ。ふーん、この石確かに私も強い邪気に引き寄せられてここまで来たんですよ。もしかしたら伝説のあの石なのでしょうかね。まさか。ええ、そのまさかでしょうね。もしこれで土地のキットを倒せたら、また私の部下にしてあげてもいいですよ。おお、ぜひお願いします。では早速トチノキットを探しに行きましょうか。ワスラーさん。了解です。キット、こっちこっち、この辺だぜ。おっとっと、ちょっとくしゃごろ。あれ、おかしいな。かすかな邪気が残っているけど、ここにはすでに邪気の元がない。かすかな邪気や妖気を感じられるピシャゴロウの花をもってしても場所の特定は難しいか。うっ、腹減ったぜ。よっぽど集中しないと精度が下がっちまうんだよな。あははは、珍しいな。ピシャゴロウの方が先にお腹すくなんて。それでも僕より正確だから頼りにしてるぜ。それよいキット、会場のみんなにオイラの自己紹介してもいいだろ。おっと、そうだった。オイラは雷獣ピシャゴロウ、雷獣の子供だ。よろしくな。ん、また邪気に変化があったみたいだ。ああ、僕も感じた。この邪気はやはり
殺生石のかけらに間違いなさそうだ。遥かな昔、ナスで大暴れした恐ろしい大妖怪の邪気が詰まった石、殺生石。いくつかバラバラに散らばった殺生石のかけらの残りが邪悪なものに集められてしまう前にキッドが浄化してナスの史跡に戻さないといけないんだよな。ああ、かけら一つでも強い邪気だから、その力を悪い奴に利用されてしまったらとても危険なんだ。以前の大蛇霊教団は殺生石のかけらを狙っていたけど、雷冠部は今の縁神色に変わってからは興味がないと言っていた。そうしたら一体誰が殺生石のかけらを。一刻も早く殺生石のかけらの場所を特定しないとと言いたいところだけど、集中力を高めるために何か食べていいだろう。そうだよね、仕方ないな。あ、やっぱり僕もお腹すいた。とりあえず状況が悪化する前にさっさと食べに行くよ。ああ、なかなか見当たりませんね、ワッスラーさん。せっかくやる気あるのにな。それなら実際どのくらい強くなったのか試してみましょう。私に見せてみなさい。殺生石のかけらを集めていた前の大官イジアキラーはなんて面倒なことをするのかと思っていましたが、気が変わりました。人間の恐怖の声を集めて邪気を集める計画はなしですか。ええ、作戦変更です。トチトキットを倒し、誰にも邪魔されずに殺生石のかけらを集め、最高の邪気を手に入れる。これでいきますよ。なるほど、了解です。はぁ、お腹いっぱい食べた。みんなお昼は何食べた。僕はね、ここの焼きそばと焼きおにぎり食べた。あとフランクフルトとアメリカンドッグも食べた。食べ過ぎだね。あー、ちょっと、スタゴロは何食べた？アメリカンドッグ。スタゴロがいないな。みんなスタゴロ見なかった？さっきのオレンジ色の雷獣。いた。なんかザワザワしててキャッチが聞こえないな。何かのところに。いた。いないな。違うかな。じゃあ。さっき一生懸命。